じゃあ、じゅんちゃん。クイズ、リンゴルオ。第2問。第2問。どうぞ。ます。まあ、さっきちょっと、初登場の話が若干あったかと思うんですけど、はい、これちょっと難しいです。難しい。はい。初登場は、はい、まあ、結構早めで、2016年の12月7日、はい、で予告動画で初登場してます。そうですね、あの時予告まで作っていただいたんですよ、そういえば、はい、で、うん、その問題なんですけど、うん、この初登場の動画は第何回目でしょう。第何回目、多分その前に、それっていうのは3何ラウンド目かってこと。うん、あの動画自体が、ああ、いや最初スタートさせたのが1回目で、じゃあ何回目で上がったでしょうって。ああ、これはちょっとね難しいです。難しいですよね。昔は1日ラウンドしたのを3本ぐらいに分けてたのかな、4本ぐらいかな、何本に分けてたんだろう。で3人目なんですよ。だからココちゃん、アイちゃんで私だと思うんだよね。え、違うかな。あ、予告動画のあれで2人目になるかもしんない。アイちゃんの後でしょ。でもその前になんか君サラズとか回ってた気がするんだよね。まあ、あの11月22が最初の動画で、12月7日なんで、12月7日が予告動画、はい、15日ぐらい立ってるんです。15日10何番目か20何番目とか。そういうこと、そういうこと、そういうこと。多分2ラウンドぐらい、2ラウンドぐらいだから、8、9。ブブーこれはね難しいっす。あの14回目。14回目なんだ、はい、あーなるほど、ね、あでもね今多分1000以上もっとか、うん、だけどその14回目です、ね、うん、あ14回目。じゃあ結構早かったんだね。やっぱりめちゃめちゃ早いですよね。めちゃめちゃ立ち上がって2週間後には「ジュンです」って感じで出てますからね。そうですよね。確かまだその時ほんと会社員だったんで、土日しか撮影行けないって言って撮影行ったはずですよ。まっとうな会社員、今もまっとうですねはい、そんな感じで正解は14回目でした。14回目で登場してました、はい、ちょっとこれは難しかったです。そうですね、かなり3択にね最初しようと思ったんですけど、うん、まあ、そんな時間なかった。そんな3択を作る時間がなかった。そうね、これはですね、あ、ちょっと長いですね。400ヤードぐらいある。奥が173なんで、まあちょっとでも怖いんで、難しいですね。男性は難しいですね、ここ。私はちょっとバンカーの左、安全に打っていきたいと思います。あー、ちょっとギリギリでしたね。そう、フェイなんだ今日、こう風か、風、うん、少し最後流れてた風、上げてる分がちょっとやられちゃいましたね。完璧だったんだ、うん、出玉本当に言った通りって感じだったけど、ちょっと流れちゃった。ナヌオ、そこのバンカー多分1枚出ちゃいけない気がするんだよ。上がってみて、立ったら、よし、完璧です。多分ね、完璧です。だいたい100ヤードですね。ピッチングで打ちます。右出た。
かになんか変なのあった取りました。目つきします。これは私のじゃないですけど、ね、どれだろう私の。あ、これだ。ちょっとつま先下がりで右行っちゃったって感じか。確かに。ね。うん。でそこまで想定しないで打っちゃったってミスです。結構オーバーしちゃいました。ちょっとすみませんけど日焼けしちゃうんで合格します。あ、下ってたのかな。これ長いですね。長いです。あとね。硬い下が。わー、弱いよ。やばい。カーボンになっちゃう。カーボンになっちゃうよ。うん。やばいです。2個目のダボ。純ちゃん、そのフェイスマスク、うん、ガード。うん、これ、うん。ゴルフショップであんま売ってないような気がするんだよね。あ、これゴルフ用ではない。ネットで買ってんの。そうそうそう。ゴルフ用じゃなくて、だけど、その。インスタグラムとかが流行り始めた時ぐらいになんかゴルフ女子を作ったぐらいの人たちがつけてて、おいいんだみたいな単純につけ始めた。みんな買い始めた。なんかね、この形が結構なんかね、特許を取ってるらしくて、こういう耳にかけられるやつとか、あとなんか多分この形かな、なんかわかんないんだけど、特許取ってるから同じ形にはできないらしくって、でなんか結構こう結ぶとかそういうのがあるらしいんだけど、そうそうって言ってたかな。最近は大食いの YouTube ばっか見て、なんか私もすごい大食いしたくなってできないだろうけどさっき6キロのあれ何、うどん、あれうどんかな。6キロのうどんをさ食べるってすごいよね。うん、どんぐらい食べれるんだろう。1キロぐらいはまあ頑張れば食べられるのかな。いやでも分かんないけど、お腹空いたって言っていっぱい食べた日がどのぐらいかって感じだよね。あれ6キロ分食べたら6キロ体重上がるってことでしょ。上がるんじゃない。じゃあいっぱい食べたらすぐ体重計乗ればどのぐらい食べたかって分かるってことだよね。うんうん、それはあるね。すごいと思うあの人たち。大食いやりますか。いや多分マジ食べれないと思うんだよねUber Eats企画とか。ウーバーイーツ企画。パー5。はい。426のパー5。取り上げ。あ、ちょっとアングル変えてもいいですか。うん、バンカーはあれ、これ。バンカーのバンカゼブラポールです。ナイスです。です。クイズを作ってる時にこのアングルがあったんですよ。ほう。そう。だからちょっとたまにはと思って。そうね。確かに昔は結構正面撮ったりとか、散歩するか。散歩。正面から撮ってみたりとか。うん。してた時期は確かにあったけど、まあ、最近は基本的に後方からしか撮ってなかったですね。今日はね、ゆっくりできるからいろいろかなりゆっくりですね。今日のゴルフ場グレンオークスカントリークラブは
都内からも1時間ちょっとぐらいで来れて、しかもアクアライン通らない成田の方なんで、まあ、道も混まないからめっちゃ使い勝手です。私もプライベートで来たりするんですけど、あとね練習場があって、あのアプローチ練習とバンカー練習もできるんですよ。なので、まあ、ちょっと早く来てアプローチ練習したりとか、まあお昼が長かったら練習したりとかできる、めっちゃいいコースです。ちょっとアングルがいつもと違ったんで打った先が分かんなかったですけど、またフェアウェイですね。そうですね、基本やっぱりこうフェアウェイのどの辺に落としたいかみたいなのを考えて打ってはいるので、まあ、たまにやっぱラフはありますけど、基本フェアウェイキープ目標です、ね、こう夏になってくるとラフもすごいやっぱ伸びてきて硬くなってっていうか、なんか弾いちゃったりするんで、なるべくねフェアウェイから打ちたいですね。セカンドはちょっと右目で打ってきます、まあ、あの木よりもまあ右でもいいかなって感じかな。3打目左に打つと思うんで右目がいいと思います。なので右目に打つ、なんならバンカー2個目でもいいかもしれない。5番アウトですね、巻いちゃうかもしれない。狙い通りですねだけどちょっとなんかあんまり今の5番ウッドのなんか弾道があんまり好きじゃなくて、最近こう ブーメランみたいな多いんですよ、うん、なんでかな、あれだとさコロコロ転がってっちゃってバンカーとか入りやすいから、できればちゃんとパーンとこうまっすぐ出ればいいんだけど、60ヤードぐらいかな。これ多分左に、あ右に切れると思うんで、嫌だけどバンカー上。詳しくも詰まってない。こんな感じで。足りる？ほほう。完璧だ。すごい。あれ、すごい速いじゃん。待って待って。まあ完璧。難しくないこのコース。うん。3オンです。ここでダボのダボを長期にしたいです。パー5なんでね。どっちでこれまっすぐでいくか。フックスライス。フック。まっすぐ行きます。まあ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 パーです。オッケーパーです。いや今ちょっと足りないかなと思ったけど意外に下りが早かったですね。はいはい、じゃあリンゴルフを第3問です、はい、第3問お願いします、はい、ゆっこちゃんに関する問題。ゆっこちゃん、はい、2017年11月1日にの動画からなんですけど、うん、ゆっこちゃんとココロちゃんで、うん、千葉バーディークラブのラウンド動画のところで、うん、2番のショートホールでわかんないもうゆっこちゃんがチープレーをしました。まあ、キャリーさんも驚くぐらいのチンプレーだったんですけど、まあ、その内容は何でしょうっていう。これもちょっと純ちゃんいなかったんでその時の撮影に。そう、いないし、多分テーマは100切りえじゃなかったっけ、違う、あでもその時時期的にそうかも、なんか100切りさせたいみたいな
感じでゆっこが出てた最初気がするんだよな。チンプレー、一応ヒントは池です。池、もう池にクラブを投げた。チンプレーですね。それやばいやつっすね。素振りとかしてたらポーンっていっちゃってパチャーみたいな。なるほど、投げたってこうじゃなくてね、うん、まあ、ほういっちゃったってことね。そうそうそう、ではない。池に、池に落ちた。あ、チンプレーですね。え、池でしょ。まあもうちょっと難しいと思うんで、ちょっと作ってください。チンプレー、ちょっと待って、池、あ、でもありえなそうなことってことでしょ結構、うん、ヒント、まあ池で入んなかった。池には入んなかったんだ、うん、でチンプレー。池には入んなかったんだけど、池の方に行きました、うん、入っちゃうかな、でも入んなかった。入んなかった。おならした。ブッ、あーブッ。いや、それはね、多分誰でも覚えてると思うよ。入んないで、ブッ。ですね、正解はですね、はい、あの池に向かっていったボールが、はい、赤杭に当たって、うん、池ポチャを免れた。なるほどね。強運プレー。チンプレーって好プレーですね。はい、強運プレーです。強運プレー、強、滑舌がね、強運プレー、強運プレー、はい、はい、そういうことですね。これとか分かった人とかすごいよね。もう確かに、だいぶ前から見てくださってて、うんうん、確かにそれは私もちょっと分かんなかった。そう、ちょっとまあ難しいのと簡単なのがあるんで、うんうんうん、です。はい、そう、おならじゃないか、さすがに、うん、